見事なものだろう。アンペロスという最近観察を始めたばかりの創造生物だ。少しいいか、経過を聞かせてもらいたい。その花はこの施設で作られたんだ。それでエルピスの名を冠している。昔ここに美しい花を作ることを愛している職員がいた。彼女が試行錯誤するうちに偶然生み出したのだという。面白いのは何といっても周囲の心を映してまとう色を変えるところだ。とはいえここでも地上でも限りなき純白をまとっていることが大半だが。へえ、人の心を映す。それってどういう仕組みなんだい？世界にはエーテルとはまた異なる思いが動かす力というものがある。自分たちがエーテルを自在に操るようにこの花はその力を受けたり作用させることができる。とはいえ花自身には明確な意志がない。だから周囲の感情によって動いた力を受け、それを色や輝きといった現象に変換しているんだ。アーカーシャはラザハン式の錬金術に存在する概念で、目には見えない力の一つよ。思いが動かす力なんて言われてるんだ。その呼び名には心当たりがないが、話を聞くに同じものを指しているように思う。自分たちはその力をデュナミスと呼んでいる。そしてエルピスの花のようにデュナミスを操ることができる存在、思いを自在に現象へと変えられる存在をエンテレケイアと呼ぶ。私もエンテレケイア。ああ、その子は世界で最初の意志を持つエンテレケイアなんだ。待て、エーテルとは異なる力、デュナミスだと。そんなもの、私ですら初めて聞くが。無理からぬことだ。まず、デュナミスは人に見えないし、感じ取れもしない。理論上は、長らくあるに違いないとされていたが、エルピスの花が偶然想像されるまでは存在を実証することさえできていなかった。次にデュナミスはエーテルと比べてずっと弱い力だ。普通の状態ではエーテルに押し負けかき消されてしまう。だから自分たちのように多量のエーテルを有し、何につけてもエーテルを活用する生物はデュナミスを使う必要がない。まさにあってない存在だ。ごく一部の研究者にしか知られていないのもうなずけるだろう。なるほどな。しかしだとしたらどうしてお前はエンテレケイアを、ネーティオンを生み出した？アーテリスはエーテルが特別に恋をした。それこそ名の由来になるほどに。だが宇宙全体で見れば、計算上全ての質量とエネルギーの 68.3% をデュナミスが占めると考えられている。エーテルとは比べ物にならないほど大きいんだ。それを自在に操れるとしたら、ゆるく流れる水では石を浮かですとも、滝のように勢いをつければ岩をも削っていくように、デュナミスがエーテルに勝る力になるかもしれない。とは言ったものの、実のところ自分はそんな大それた目的を持っているわけじゃない。天を、宇宙を飛ぶものを作りたかった。そのために生涯では補給しにくくなるエーテルではなく、別の力を利用できるようにしてはどうかと考えたんだ。ああ、だからその子は極端にエーテルが薄かったのか。ご明察だ。あなたも薄いと感じる。だからエンテレケイアの仲間と思った。違う？それは単なる火事場の馬鹿力じゃないか？エーテルが薄ければエンテレケイアになるというわけじゃない。だがデュナミスに干渉しやすくなるのは確かだろう。それが思いもよらぬ勝利や逆転につながるかもしれない。君の特性として大切にするといい。ああ、待たせたままになっていた。まだいくつか確認したいことがあるから済ませてくる。